はい、こんにちは、大輔です。ポケモンがなる、今回はポケットモンスター SV でこの子たちのね、色違い厳選スポットを紹介していきます。今回も大量発生なし、カメラ固定、ピクニックリセットで、簡単に厳選できるので、いつでも試してみてください。では、早速、厳選スポットの方へ向かいます。まずは、北上の里のマップ、厳選スポット、今回ここなので、一番近いね、このテラス池、ここに空を飛ぶをしてください。で、そっからは、ミライドンクライドンで、まっすぐ厳選スポットへ向かいます。一飛びで、着きます。で、今回出るポケモンが、石粒でヨマワル、デルビル、ドーミラ、そしてね、ミミッキーが、出現します。で、やってみた感じね、ミミッキーもドーミラーもデルビルもね、僕の知ってる限りでは最高効率なのかな。多分そんぐらい結構おすすめのスポットです。今回ここら辺ですね。ここが今回の厳選スポットになるんで、じゃあ今回は試しに、ダウンロードコンテンツで追加されたヨマワルを、厳選してみたいと思います。輝き遭遇パワーなんですけど、ヨマワルは夜で、ゴーストをつけてください。石粒手は地面、デルビルは悪、ドーミラーは鋼。そしてミミックが、フェアリーですね。ミミックの場合はね、ゴーストでも昼間になればミミックが独占湧きします。よいしょ。詳しい内容、レシピの詳しい内容は、概要欄に、記載しているので確認お願いいたします。輝き遭遇パワーつけて、ピクニックを閉じると、ヨマールが、多めに出現します。たまにね、ミミッキュもちょいちょっと出るんですけど、まあこうたまに出るぐらいでほとんどヨマールなんで、気にならないぐらいで、ヨマールの色違い厳選ができます。でもあとは本当にね、このままカメラ固定してピクニックリセットねするだけなんで、簡単に厳選が可能です。じゃあ、色違いのヨマールが出るまでピクニックリセットしていきたいと思います。おう、色違いのヨマールいましたね。赤色なんで、わかりやすいですね。じゃあ、早速捕まえていきます。危ない危ない。よいしょ。ね、こんな感じ。じゃあもう眠らしてね、峰打ち効かないんで、ボール投げまくって捕獲していきます。と、こんな感じで色違いのヨマールを、入手することができます。サンドイッチを変えるだけで、石粒って、デルビル、ドーミラ、ミミッキュも、色違い厳選できるので、皆さんもぜひやってみてください。このチャンネルではポケットモンスター SV に関する動画を投稿しています。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント等お願いします。では次の動画でお会いしましょう。ポケモンがなる。ではまた。